実家からラディッシュもらった赤くてコロコロしてて可愛いねもっと可愛く美味しくしてあげるまずは洗ってどんどん切ってタッパーに入れたらあとは簡単酢におまかせつけて食べるのが一番好きなんだまた明日ねおやすみなさーいおはよう今日は実家のおせき飯と余らせておいたスープおせきははせいろにオーブンペーパー敷いて入れて蒸しちゃうよあ食べるの楽しみ スープはチンしてっと昨日つけたラディッシュも準備 OK さてこっちはどうかなうん上手にむせてる朝から豪華だね実家様様いただきますほん